にちは、新州読書会の宮沢です。今日もマルクスの珍労働と資本の続きを読んでいきます。64ページから読み上げていきます。珍労働者が珍労働者である限り、彼の運命は資本に依存する。不一致される労働者と資本家との利害の共通というのはこのことである。資本が増大すれば、珍労働者の分量が増大し、かくして珍労働者の総数が増大するのであって、一言で言えば、資本の支配がより多数の個々の人の上に拡大される。そして、最も好都合な場合を仮定すれば、生産的資本が増大すれば、労働に対する需要が増大する。そこで、労働の価格たる労賃が投機するということです。まあ、どこの地方でも、製造業の大きな工場があって、まあ、工場を誘致してですよ。で、そこで地元で人雇って、まあ、その会社が景気良ければですよ。まあ、とりわけ自動車業界多いですけど、自動車の部品会社があると。で、自動車が売れてれば、どんどん工場に人を雇うようになると。いうことですね。そしてそこに移り住んできて、まあ社宅借り上げって形で工場の近隣のまあアパートとか借り上げられて、まあ、そこで働く労働者、珍労働者がまあ住むと、でさらに景気が良ければ賃金も上がっていくと、まあ、街道沿いにいろいろ、まあ、ショッピングモールができたり、とりわけ風俗店ができたり、風俗店ができるっていうのはよくありますね。あの、自動車工場の近くになぜかたくさん、なんか風俗業の店があるっていうの光景は結構見ますけども。まあ、そういうふうになるということですね。で、あの、前回竹比べの話してましたけども、まあ、あれは吉原っていうところを中心に、生産的資本が増大していくと。そうするとそれに関わるね、料理屋とか仕出し屋とか芸人とか、まあ劇場とか、まああとは氷菓子とか人力車とか、まあそういうものがたくさん、まあ需要が現れると。でさらに花魁に対する需要も増えてくると。まあそういうふうにどんどん資本が大きくなって、それに従って人労働者の数も増えていくということになります。で、続きです。家が大きくても小さくても、それを取り囲む他の家々が同じように小さい限りは、その家は住居に対する一切の社会的要求を満たす。だがその家のそばに耐火高炉が建てられると、その小さな家は小屋のようにみすぼらしくなる。そこでその小さな家は、その住居者が何らの要求も成し得ない、わずかの要求しか成し得ないことを証明する。そして文明の進むにつれて、その家がなおどんなに高くなろうと、隣の耐火高炉とが同じ程度、または一層大きな程度に高くなれば、その比較的小さな移住者は、うちにいてますます不快に不満に憂鬱になるだろうということです。六本木ヒルズができればですよ。その周りのアパートがみすぼらしく見えるわけですね。いくら家が大きくても小さくても、その近隣に、まあそういう家しかなければ、似たような家しかなければですよ。その家っていうのは社会的要求を満たしてるんですね。だけども、突然、六本木ヒルズ、なんとかヒルズ、森ビルが建っちゃうと、こう、タワーマンションが建ってしまうと、周りの同じようなマンションが、まあ、みすぼらしくなるってことが起こると。それと同じように労働者も、生活水準が一部だけ上がると、他の人はみすぼらしくなんですよ。このことをこれから相対的貧困という形で説明していくんですね。まあ、日本も絶対的貧困と、まあ、飢え死にするような人は、まあ、いるかもしれないですけども、まあ、そんなにありふれてはいないわけですね。だけど、まあ、子供も7人に1人貧困だと、相対的貧困というのは多いんですね。暮らしてはいってってるけども、
ああ、でも友達に六本木ヒルズに住んでるやつがいると。一方で、なんかもう、築30年の木造アパートに住んでる子もいるってことになると、それが相対的貧困だってことになっちゃってくるってことですね。で、その格差ってそういうことだってことですね。格差が広がると、別に今まではアパートに住めてりゃよかったって話なんですけども、アパートに住めてること自体が、社会的要求を満たしてないと、いうことですね。今、まあ学生で学生と、まあ風呂トイレ共同とかっていうことはあると思うんですね、まだ。まあ学生のうちはいいんですけども、まあ社会人になって風呂トイレ共同だっていうのは、これはもう相対的貧困だと思われるってことですね。なぜなら、六本木ヒルズが建ってるから。ですよ。まあ六本木ヒルズの周りならそうだってことですね。地方だとどうだか分かんないですけども、まあ、そういうことになってしまうと。で、格差ができると、まあ普通に生活していけても、それが不快であり不満であり憂鬱なものになっていくってことを言ってるんですね、これね。で、続きです。労賃の著しい投機は生産的資本の急速な増大を前提とする。生産的資本の急速な増大は、富の奢侈の社会的欲望の及び社会的享楽の、やはり急激な増大を生ぜしめる。だから、たとえ労働者の享楽が増加しても、それがもたらす社会的満足は、労働者にとって及びもつかぬ資本家の享楽の増加に比較すれば、社会一般の発達状態と比較すれば減少したわけである。我々の欲望及び享楽は社会から生ずる。だから我々はそれを社会を標準として測る。我々はそれを満足の対象物では測らない。それは社会的なものであるから相対的なものであるってことですね。これはすごいこと言ってるんですけども。まあ、賃金の投機と、賃金が上がるっていうのは儲かってるからですね。生産的資本の急激な増大、まあ、工場がどんどん大きくなっていくと、企業が儲かって設備投資して、どん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 利益上げていくと。で、まあ今の中国で起こってることはそうですね。ベトナムとかね、バングラデシュとかもそうかもしれないですけど。まあインドネシアとかね。どん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 賃金上がってんですね。なぜかというと、どん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 生産的資本が増えてるんで。今まで貧しい暮らしをしてた中国の農村部の人たちが、とりあえず都会に出てくると。で、人手が常に足りないから、どん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 集まってきて、さらに高く自分の労働力を商品として買ってくれる工場にどん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 転職していくわけですね。そうすると賃金どんどん上がっていくわけですね。賃金上げないと人は雇えないですから。そうなると、まあその人たちは、まあ生活に余裕が出てくると、労働者たちは。そうすると、社会的欲望、いいものが着たいとか、美味しいものが食べたいとか、いいアパートに住みたいとか、そういう欲望も急速に増大するってことですよ。で、今までは、まあ、3度食べられれば満足だったと。とりあえず、布団で寝れば満足だったって労働者が、ちょっと洒落たデザイナーズマンションに住みたいとか、なんていうか、ちゃんとした家具付きの家に住みたいとかですね。車は外車に乗りたいとか、ご飯は、レストランで食べたいとか、美味しいお酒飲みたいとか、シャンパン飲みたいとか、まあそういう風になってくるわけですね。で、賃労働者もどん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 いいものを求めるってわけですよ。だけど、それに比べれば資本家の享楽っていうのは、もっとすごいもんだと。もうなんか、スイートルーム借り切って、どっかフレンチシェフ呼んできてですよ。出張で来てもらって、お寿司の職人が呼んできて、そこでお寿司握ってもらって食べて、そんなパーティーやってると。芸能人呼んで歌まで歌ってもらってるとか。そんなことになっちゃってるんですね。それに比べて、いくらですよ。賃労働者が、ちょっと贅沢しちゃって、ドナルド・トランプのね、マール・アラーゴじゃないですけど、ああいうところで、
なんかね、ゴルフやってそのままなんか食事できると。あのようなとこでいる資本家たちの享楽に比べれば、まあ相対的に、まあ、そんなに豊かなもんじゃないってことですね。じゃあ何が言いたいかっていうと、資本家がどんどん儲かればですよ。賃労働者も、まあ、賃金は上がるけども、でも結局格差ってのは広がっていくってことですね。で、我々の社会の豊かさの標準っていうのは資本家の方でできてると。で、そっちの物差しでできると、いくら賃労働者が豊かになったとしても、その満足は、社会的なもんだから相対的なもんだと。そうすると資本家と比べることになっちゃうと。そうするとどうしても貧しさっていうのは、際立ってくるってことですね。ということになると。それは貧困の問題は何として捉えるかってことですね。まあ、潜在的能力が実現できないことを貧困だって言って、マルティアセンっていう経済学者言ってるそうなんですけども、まあ、人によっちゃですよ、漫画喫茶で暮らしてますと。漫画喫茶で寝れるだけいいじゃないですかと。路上で寝てんじゃないんだからっていう話になってくるってことですね。あるいはですよ、ランチ1000円食べてた、貧困だって言ってた女子高校生が叩かれると、ネットで。なんか、アイドルのコンサートも行ってランチも1000円のもん食べてて何が貧困だって言われるわけですね。それはなぜそういうことが起こるかっていうと、まあ、表面上だけ見てりゃ、まだマシじゃないかって言うんですけども、いや、そうじゃないんだと。一番上の段階を見て、それと比べなきゃいけないと。一方で、シャンパンタワーやってる人たちがいて、まあ、シャンパンタワーでウェイウェイって言ってる人がいてですよ。一方で、漫画喫茶で寝てる人がいると。あるいは、ランチ1000円食べても叩かれる女子高生がいると。この格差っていうものを見ていかなきゃいけないってことなんですね。で、なぜこの格差ができているかっていうと、まあ、生産的資本の増大が結局、労働者の待遇が改善したとしてもですよ、1個六本木ヒルズが建つと、ほとんどの人が相対的に貧しくなるってことなんですね。家のそばにタイが高楼を建てられると、非常に不愉快なわけですね、周りの人はね。そこに住んでる人と住んでない人の格差がはっきり目に見えてしまうということですよ。これをマルクスは言ってんですね。で、続きです。労賃は決してそれと交換されうる諸商品の分量によって決定されるわけではない。それは様々なの種々の連関を含んでいる。労働者が差し当たり、彼らの労働力と交換して受け取るものは一定額の貨幣である。労賃はこの貨幣価格によってのみ決定されるのであるか。16世紀にはアメリカにおける豊穣で採掘しやすい鉱山の発見の結果として、ヨーロッパで流通する金銀が増加した。そこで金銀の価値は他の諸商品のに比較して減少した。労働者たちは彼らの労働力に対し、これまでと同じ分量の銀貨を受け取った。彼らの労働の貨幣価格は同一不変であったが、それにもかかわらず彼らの労賃は下落した。けだし彼らの同一量の銀と交換して、より少量の他の商品しか受け取らなかったのである。これこそは16世紀における資本の増大、ブルジョワジーの勃興を促進した事情の一つだったということです。労賃というのは、それと交換される商品の分量によって決定されるわけじゃないと。たくさんの諸関係を含んでるってことですね。これはこれから実質賃金と名目賃金の違いの話に入ってくるんですね。まあ、例えばですよ、食費が、まあ、月何万、まあ、例えば5万円食費で使ってると、5万円分買える食品の量が、同じであったとしても、それによって給料っていうのは決まってるわけじゃないと。お米の価格なんて確か大して変わってないと思うんですよ、ずっとね。米が買えるから豊か生きていけるとか、そういう話じゃないと。実はもっと、労働力、商品として売られてる労働力ってのは様々な連関があるってことですね。で、それは貨幣で、
一定額の貨幣で表現されていると。労働力を商品として販売してですよ、労働者が資本家に。でそれと交換して受け取ってるのは一定の貨幣だと。でこの貨幣っていうのはですね、これ厄介なもんだってことですね。実は今持ってる20万円と来年もらう20万円って価値が違うわけですね。でその貨幣価格っていうものがあると、それは利回りのことですね。で16世紀にアメリカでまあたくさん金山が見つかったと。アメリカってはどこなんですか、南米のことだと思いますけども、で金銀が見つかったと。でヨーロッパで今まで金銀っていうのは希少価値があったわけですね。だけど流通する金銀が増加したわけですよ。で金銀の価値が減ったわけですね。金銀の価値は他の商品に比較して減少したと。だけども通貨っていうのは基本的にまあ金銀、まあ、今は違いますけども、まあ、石油が担保になってるんですけどもらしいんですけども、石油っていうか、だから石油決済が基軸通貨のドルでしかできないってことになってるんですね。だからドルの価値ってのは石油に裏付けられてるということですね。だけど それ以前はまあ金本位制ってことですね。金に裏付けされてたと。で金銀がたくさん出ればですよ、相対的に貨幣の価値ってのは下がっていくわけですよ。なぜかというと労働者たちは彼らの労働力に対して同じ銀貨を受け取るけども、銀貨が増えてるから銀貨自体の、価値は下がってるわけですよ。ということはですよ、労働の貨幣価格は同一だと。まあ例えばですよ、この15年間日本っていうのはまあデフレになってると。まあインフレであればですよ、インフレ状態で、まあ、月20万もらってたと。だけど年間 5% ぐらいインフレしていくってなると、去年もらった20万円と今年もらう20万円の価値が違うわけですね。物価が高くなってるから、20万円っていう金額は一緒ですけども、今年の20万円は 5% 分目減りしてるってことですね。 5% 分ってことじゃないんですけど、去年に比べて目減りしてると 95% になっちゃってると。 95% っていうか 5% で割ればいいか、 1.05 で割ればいいんですね。だから、今調べれば20万円の使い出が、実質の使い出が、19万47円になっちゃうと。48円、19万円ぐらい、1万円分ぐらい減っちゃうってことですね。 5% インフレしただけで、おそらく1万円分目減りすると1年間で20万円の価値が、だから1万円分少ししか買えないんですね。だって物価が上がっちゃってるからですよ。ということは、このアメリカからの金銀がたくさん入ってくると、去年労働の労賃は一緒なんですよ。去年も今年も額面は一緒だけども、それによって買えるものがインフレになっちゃってるから少なくなると。ということは結局額面は一緒でも労賃が下落しちゃうことになると。同一量の銀と交換してより少量の食品とかしか買えなくなっちゃうってことですね。これが16世紀に起こったということですよ。でこれによって相対的に労賃が下がるんですから、資本家は儲かるわけですよ。だって前より安い労賃で人を雇えているわけですから、実質ですよ。そういうことが起こるんですね。で続きです。もう一つの場合を挙げよう。1847年の冬には凶作の結果として最も必要欠くべからざる生活手段たる穀物、肉、バター、チーズなどの価格が著しく投機した。労働者は彼らの労働力に対し、これまでと同じ額の貨幣を受け取ったと仮定しよう。彼らの労賃は下落しなかったであろうか。もちろん下落した。インフレだったと、1847年に、凶作の結果。で、穀物、肉、バター、チーズなどの食料品が値上がっちゃったんですね。で、値上がったけど、賃金は一緒なわけですね。ずっと20万だと。今年も20万で、去年も20万だったと。今年も凶作だったから20万だと。だけど肉もバターもチーズも2倍の値段になってるとすれば、買える量が少なくなりますよね。で買える量が少なくなったってことは、それは賃金が下落したのと一緒だってことなんですね。
で、同じ貨幣と交換して彼らはよりわずかのパン、肉などしか受け取らなかった。彼らの労賃は下落したのであるが、それは銀の価値が減少したからでなく、生活手段の価値が増加したからであるということです。まあだからさっき言ったように、通貨量が増えると通貨の価値が下落すると、インフレになると。またあるいは物の値段ですね、供作で物の値段が高くなると、それによって結局、通貨の価値が下落しますんで、やっぱり労賃が減る、実質減ると。額面は一緒なんですけども、実質的に減るってことですね。で、続きです。最後に、労働の貨幣価格は同一不変であるのに、すべての農作物および加工品の価格が新たな機械の使用、豊作などの結果によって下落したと仮定しよう。すると労働者たちは同じ貨幣でより多くのあらゆる商品を買うことができる。だから彼らの労賃は増加したのであるが、それはまさに彼らの労賃の貨幣価値が変動しなかったからである。これはデフレのこと言ってるんですね。まあダイソーとかユニクロが出てきて、まあ安くていい商品が買えるようになったと。で、安くていい商品が買えるようになったっていうことは、同じ貨幣でより質のいいたくさんの商品が買えるようになったと。で、これは実質給料が上がったのと一緒だと。もらってるものは一緒だけども、同じ価格で100均でたくさんいいものが買えるようになったと。近所の文房具屋よりも、今文房具屋なんかみんな潰れちゃってますけども、まあ、ダイソーがとか出てきたおかげでなくなっちゃったわけですね。ダイソーで文房具買った方が安いってことですよね。あの近くの文房具屋で買うよりね。あるいは、衣料品店も少なくなったと。それは島村とかユニクロで買った方が良くて、たくさんの種類があって、品質もいいと。そうすると、そっちにみんな買いに行くから、まあデフレ時代は、まあハンバーガー80円とか65円とかやってましたけども、まあ少ない価格で相対的にたくさん商品買えるようになったと。それは、まあ、デフレって言ってよくないんですけども、ただ、貨幣価値が、まあ、変動しなかったけども、商品の方の値段が下がったから、まあたくさん買えるようになったということです。で、続きです。だから労働の貨幣価格、名目労賃は現実労賃、すなわち労賃と交換して現実に与えられる諸商品の総量とは一致しない。これだから名目賃金と実質賃金っていう言い方するわけですね。名目賃金ってのは額面ですよ。額面で上がっても、実質使える量が増えてないと意味がないわけですね。年間 5% インフレになってんのに、2% しか賃金上げがってなかったとしたらですよ、3% 分損してるってことなんですね。だから名目賃金がインフレ、まあ消費者物価指数っていうんですかね、あれと連動していかなきゃいけないと。じゃないと、実質使える金額が減ってると。だから実質賃金というのは上がらないと、賃金上がったことにならないんですね。額面だけ上がっても、ごまかしでしかない場合があるわけですよ。年率 10% インフレになってですよ。で、2% 賃金上がりましたって言って、よかったよかったって言えないわけですね。8% 分損してるわけですよ。だから 10% インフレになったら 10%賃金も上がんないと、労働者は生活がどんどん苦しくなっていくと。買える商品の量も少なくなってくると。そのこと言ってんですね。だから、もう一度読みますけど、だから、労働の貨幣価格、まあ、名目賃金は実質賃金、すなわち、労賃と交換して現実に与えられる諸商品の総量とは一致しない。だから我々は、労賃の騰落、まあ、上がった下がったを云々する前に、労働の貨幣価格、名目賃金だけを眼中においてはならぬと。まあ、名目賃金だけ見て、額面で上がったからどうだって話じゃないと。額面で上がったって、税金たくさん取られてる場合もあるし、まあ、消費税が上がればですよ、名目賃金が上がっても消費税分で取られちゃってるとか、あるいはその社会保険料が上がればですよ。額面は給料増えてるけど、まあ、手取りは減ってる場合はあるわけですね。ということですよ。
で、続きです。だが名目労賃、すなわちそれだけで労働者が自ら労働資本家に売る貨幣額も、現実労賃、すなわち彼がこの貨幣で買い得る商品量も、労賃に含まれている諸連関を組み尽くすものではない。労賃は何よりもまず資本家の利得利潤に対する労賃の、比率によって決定される。これは相対的労賃であるということです。だから額面の賃金、名目の賃金とか、まあ実質賃金とか、これだけじゃ、商品とか賃金とかに含まれている諸関係を組み尽くすものじゃないと。一番重要なのは資本家の利益率に対する労賃の比率だと。まあ儲けのどのぐらいの分がですよ、その給料に反映されてるかってことが、これは重要だってことですね。会社の方は10倍利益出てるのに、給料の方は10倍になるってことはないわけですよ。会社は10倍、去年より10倍利益で出しましたと。だけども、賃金は、まあ、5% ぐらい、まあ、ボーナスが 10% ぐらい増えただけだってなると、これ明らかに資本側がの利得利潤と、まあその前年度比較ですよ。前年度は、まあ100億円利益が出たと。だけど、僕の給料は20万でしたと。翌年度は200億円利益が出たと。だけど、僕の賃金は月給25万だったと。まあ年収で言えばですよ。100億円出てた時に年収500万だったと。で、200億円利益が出た年は、まあ、ボーナスが増えて、まあ基本給も上がったおかげで、まあ、800万だったと。すると、2倍、200% 利益上がってんのに、賃金は、まあ、300万だから、150倍ってことないか。まあ、ちょっとしか上がんなかったってことですね。まあ、60% 程度しか上がんなかったと。いうことになっちゃうと。そうすると、本来上がるべき 40% 分ぐらいは、じゃあどうしちゃったんだと。いう話になっちゃうと。それは結局資本家のとこに入っちゃってるわけですね。で、相対的な労賃が上がるっていうのは、会社が2倍儲けたら、労働、給料も2倍にならなきゃいけないと。そういうことですね。そうじゃないと、結局、六本木ヒルズが1本立っちゃうんですね。立って、相対的に貧しくなってるってことに気づくわけですね。ということです。で、今日はここまでですけども、だからまあ、なんていうんですかね、相対的貧困って今よく言われてますけども、まあ格差社会のことですよね。格差が広がってくるとすごいお金持ちの人は一方でいるんですよ。とんでもなく。だけど、それは日本で言うと200万人ぐらいいるんでしょうけども、あとの人は相対的にその人たちがお金持ちになって、もう雲の上みたいになるところに住んでると。で、その他の人たちは、なんとなく自分たちの生活が、なんか、シャンパンタワーを見るけれども、周りでは絶対見ないってことですね。インスタの上では見るけども、インスタだかフェイスブックでは流れてくるのかもしれないですけども、ただ、一般的には、そんなに生活に変わり映えがないと。まあ、ちょっと豊かになったか、景気回復してちょっと豊かになったかなっていう感はあるにしても、そんなに4割の人は実感がないって言ってるんですね。実感がないっていうのは相対的に別に良くなってないと。むしろ良くなってないんだったら本当は良くなんなきゃいけないんですよ。なってないんだったら現状据え置きだとしたらこれは悪くなってるってことなんですね。ということですよ。じゃなきゃ景気が拡大してんのにその人だけ何も変わってないっていうのは悪くなってるってことですからね。みんな身長伸びてんのにその人だけ5年ぐらい身長伸びてなかったとしたら、それ背が縮んでるのと一緒だってことなんですね、これね。そういう話になってきちゃうということです。
明治医師を学ぶの音声でも話しましたけども、まあ、アメリカで金が見つかったっていう話が、この労働者の賃金が減ったことに書いてありますけど、まあ、幕末もね、日本の金銀がどんどん出てっちゃったんですね。交換比率が国際的な交換比率と違ったから。金と銀が1対5だったんですね、日本の交換比率。でも国際的には1対15ぐらいだったんですね。3倍違ったと。で、どん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 出てっちゃったんですね、金銀がね。そういうことが起こっちゃったんですね。で、結局、自由貿易体制になったら、日本の武士が急に没落したわけですよ。同じ、まあ、六って、俸禄っていうのもらってたと。主君から同じ給料もらってたけども、実質賃金が著しく目減りしたと。名目は一緒なんですよ。名目は一緒だけど、実質もう3分の1ぐらいになったから、これはもう全部外国人のせいだってことになったわけですね。で、日本と思って、当然時襲ったりですよ。生麦事件だって言って襲ったり、まあ、そこら中で外国人見つけて切り殺そうと、尊王攘夷運動になっていったんですね。だから尊王攘夷運動がなぜ起こったかっていうと、まあ、武士が相対的に暮らし向きが悪くなったんですね、幕末に、あの開国してからですよ。黒船が来て、日米修好通商条約を結んでですよ、横浜を開港した時から金銀がどんどん出ていっちゃったと。それによって、幕府の経済基盤がおかしくなってきたんですね。急に実質賃金が下がったと。ほんで、暮らしていけなくなったわけですよ、武士たちが。で、別に、その江戸にいる武士が暮らせなくなったわけじゃなくて、一番はその地方の武士が、これおかしいなと、お話になっていったわけですね。で、倒幕運動になっていっちゃったんですね。ということです。だから、実質賃金とか名目賃金ってのはすごい重要だってことですね。ということです。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。